歩ける限りゴルフを楽に楽しみましょう。ゴルフ道場ハゲパーシモンハゲでございます。今回はですね、視聴者さんの質問にの答えをしていく動画になります。で、早速質問の方なんですが、これはね、もうハゲチャンネルならではの質問が来ておりまして、これだ。はい、いつも大変楽しく視聴させていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。悩める中高年ゴルファーなのですが、質問があります。ロジャーキングのオレンジ色シャフトの7番アイアンをうまく打てるようになったのですが、普通の硬さのシャフトでロジャーキングの時と同じように打つとトップばかり出てしまいます。普通の硬さのシャフトの打ち方でロジャーキングを打つとダフってしまいます。打ち方に問題がありますか？ロジャーキングの時と普通のクラブでは打ち方を少し変えたりしますか？大変打手数ですが、アドバイスいただけると大変助かります。今後もハゲチャンネルを楽しみにしてますということでコメントいただきましてありがとうございます。ロジャーキングが打てるようになると普通のシャフトがトップ、普通の硬さのシャフトの打ち方をするとロジャーだとダフると。はい、わかりました。早速やっていきたいと思います。ただね、オレンジの今7番アイアンがなくて、すいません、私の場合このオレンジのパターになってしまうんですけど、こちらこれでうまく打てるようになるとアイアンがトップで、硬いやつの打ち方でいくとこっちがダフると。ああ、なるほどね。でもこれでうまく打てるんですね。これの打ち方だとトップすると。当然これと、まあこれ普通の硬さのアイアンも持ってきたんですけど、何が違うかって当然これですよね。シャフトが違う。でこのシャフトの動きっていうのは、ただ単に柔らかいからこうしなる動きだけじゃなくて、こっちのトルクも発生してくると。こういうねじれの方ですね、この2つで一番大きく違うのはそのシャフトの動きなんですけど、これがうまく打ててこれを打つとトップする、こっちが打てる打ち方でこっちを打つとダフる。これの打ち方だとこっちがダフる、こっちの打ち方だとトップする。しなるしなるし、しなに戻りがあるから、これでうまく打ててるときはトップする。トップするということは、これは若干左肩が開いて上がる動きになるか、体重が後ろに残るか、まあ起き上がる系の動きになる。届かなく、まあここではもう上に行くか、ちょっとこっちへ行っちゃってのトップかというところなんですよね。でもこっち、このオレンジシャフトがうまく打てるには、開いちゃったらうまく打てないんですよ、このオレンジシャフトは。まあ開いても伸び上がってなければうまく打てるか。だからどちらかというと傾向としてはちょっとこういう傾向なのかなって感じがするんですよね。ちょっと開いて、ちょっとやや後ろに残り気味になるのかなって感じがするんです。これでもこの体勢だとこっちだと上手に打てないんですけど、でこっちが打てるとこっちがダフルだから、ああそうですね、でこっちが打てるとこっちがトップするだから、うん、こうなってそうですね。結果どうなってるかっていう、これは原因じゃないですよ、結果がどうなってるかっていうところで考えると、これって柔らかいしちょっと登壇も入るから、少しこういう対戦になった方が逆にうまく打てたりするんですよ。シャフトが行ってくれるから、シャフトがこう閉まってこう行ってくれるから、でそれをこっちでやると
こっちでやるとちょっとトップ気味になる恐れはあります。で逆にこっちを上手に打とうとするとこの体勢じゃなくてちょっとそれが左体重気味になってくると思うんですよ。でそれをこっちの柔らかいシャフトでちょっとやっちゃうと怖いからあれなんだけど、もう手前にドンと落ちちゃうんですよ。ヘッドが開くのを抑えると今度回んなくなっちゃって、ドンと落ちる恐れがある。回んなくなっちゃってっていうか、こっちの動きの方が早いからね。おそらくこの文面今の症状でいくとそれが濃厚なんじゃないかなというふうに思われます。でじゃあなんでこうなるのと、これはもう私がいつも言ってる8時の時点で原因がありまして、8時がこっからヘッドが上がんないで低くこう8時じゃなくてここでもうちょっとパッと上がる動きに右に乗るんじゃなくてちょっと左膝が前出て左に体重が乗る動きのテイクバックになってるんじゃないかなという、そんな感じがします。こう来てちょっとこうなると、こっちの同じのちょっとタイプなんじゃないかなと。そうすると今のこっちでうまく打てる打ち方するとちょっとまあ綺麗に当たってんだけど、これちょっとトップなんだよね。ちょっとこう開いて当たってで、それが柔らかいの使ってると柔らかいのでそんなにヒュッてなんないですよ。これこっちでやってると柔らかいからちょっとヘッド後から来るからスッとこっち乗れるようになるんですよ。これでやってるとちょっとこうグッと膝に右膝に乗りやすくなるんですよ。なんでこんな跳ね返るの、おかしいな、直したんだよな。ここから用意どんどんスタートでこうもう柔らかいからひょって持っていけないんですよ。ちょっとこう手元が先行く分ちょっと右乗りやすくなるんですよね。でヘッドが後からちょっとスッとくるような感じになるんですよ。そうするとそれとで今度硬いのやるとその場肩になるとダフるのか、でいつもこうなっちゃうのがここでこうやってトップになるのが今度そっちでやったバックスイングでちょっと乗れてこっち側でこうやってやるともうダフっちゃうんで、そこじゃないかなと思うんですね。だからちょっとこれをこのじゃあそれをどうやって修正していくかというと、この指導でギュッてクラブをつかまない、指導でクラブ握んないでこのまんまプラーンっていってポーンと打つ練習、プラーンといってキュッと握んないで、キュッと握らない、ちょっとゆっくり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 持ってってポーンと打つ練習で、こっちとこの柔らかいシャフトとこれで打ち方変えますかっていう話なんですけど、力変えませんは嘘だな。私はもうこっちがメインになってるので、こっちでこっちの打ち方がもうベースになってるんですけど、こっちで打つ時とオレンジシャフトで打つ時と硬いシャフトで打つ時何か変えることあるかっていうと、オレンジシャフトの動きを硬いシャフトではあのシャフトの動きが出ないから、それを自分で意図的にこうちょっとやる意識はあります。こっちのシャフトだと左小指だけ締めといてちょっとキュッてきっかけ作ればあとはパーンってヘッドが行くので、でもこっちの場合はヘッド行かないから自分でちょっとこう回してあげる動きは入れます。こうじゃなくてヘッドもこう極端にやるともうこういう動きを入れます。シャフこっちのシャフトでシャフトが動いてくれる動きをこっちの自分の
腕でちょっとこうでヘッドがこう行ってくれるようにっていう意識はしますね。だからこっちは何もしなくていい、何もしなくていいからめちゃめちゃ楽なんですよ。このシャフトの動きだけこう合わせた後、こうこれだけでいいと、あと勝手に行っちゃうんで、勝手に行っちゃうから、パンと行っちゃうから。硬いのは行かない。硬いで行ってくんないから。でここからを直線的な動き入れちゃダメなんですよ。この切り返しでもこっちへ回していかないと。グリップエンドが自分の方向く動きにしていかないと全部こうやってなっちゃうから。でもフォロースルーはもう手がこう出てくんじゃなくて、ヘッドがもう出ていく、ヘッドなおかつこういう角度、これなんだか言ってたな、とかって言ってたの。これで右が、なんかよくわかんないけどなんか言ってたな。こうなのでロジャーと普通のシャフトで何かやることあるかって言ったら、ロジャーの動きをこっちの、こっちはね、クラブがその動きをしてくれない分、自分でその動きができるように、このシャフトのしなりしなりのような柔らかい動きを自分の腕でする、腕固めるんじゃなくて、あのロジャーのあのシャフトの動きをこっちの腕がこうできるように意識はします。そういう柔らかい動き、ピーンとなんないようにっていうところですね。最初のスイングがちょっとこうなってるんじゃないかっていうのはもうあのコメントの中だけで、こうなんじゃないかっていう想像でね話をしてますので、あとね実際球筋だとかそういうところまで入ってくれば、あじゃあこうなってんねっていうのは、より詳しくなったんですけど、おそらくちょっとそういうタイプなんじゃないかなと。ちょっとテイクバックで左膝が前出て左に体重、要はギッタンバッコン系の方非常に多いんですよ。 SNS なんか見ててもそういう方非常に多いね。なのでちょっとその辺を気をつけてやってみて、でまたどうですこうですっていうのがあればコメントいただけましたら解説しますので、お気軽にコメントください。というわけで今回も最後までご視聴くださった方ありがとうございました。パーシモハゲでした。ごきげんよう。ありがとうございました。風が冷たい。